11世紀から12世紀、西ヨーロッパでは農業生産が増大し、人口も急増します。商業も活気づき、十字軍の影響を受けて、まず栄えたのが東地中海の遠隔地貿易にあたったベネツィア、ジェノバ、ピサなどのイタリア海港都市です。東方からは香料や精巧な織物をはじめ、贅沢な商品を西ヨーロッパにもたらしましたが、西ヨーロッパからの代表的な輸出品は銀や高級毛織物でした。毛織物の生産はガンやブリュージュをはじめフランドル地方の諸都市で、イタリアではフィレンツェで盛んになります。その原料供給では高品質の羊毛を産出するイギリスがほぼ独占的な地位を占めました。こうして北ヨーロッパとイタリアを結び、そこから東方に達する国際商業の大きな流れが成立し、これに北海、バルト海を舞台とする商業路が接合しました。これら遠隔地商業にあたる商人が出会うのが定期地でした。中でも北ヨーロッパ商業圏と地中海商業圏を結んだシャンパーニュの定期地が名高く、商人たちは団結して商人ギルドを結成しました。ハンザ同盟はもともと外地で活躍するドイツ商人の組織でしたが、14世紀の半ばにはリューベックを名士とする都市同盟に成長します。商人の中からは巨大な富を蓄積して、政治にも大きな力を振るう者が現れます。会社組織の銀行業を通じて資本を集積し、フィレンツェの政権を握ったメディチ家、南ドイツでは銅や銀の精錬業を問屋制で支配したアークスブルクのフッガー家が有名です。